アライシックアライパーキングエリアは、新潟県妙高市、E の山にある、上信越自動車道のパーキングエリアである。エリア内にアライスマートインターチェンジが設置されている。PA 内の設備は、トイレと自動販売機のみだが、国道18号上、新バイパス上の道の駅である道の駅荒いに、隣接しており、PA から徒歩で、各施設を利用することができる。 下記の全施設は、道の駅洗いに設置されているもの。荒い PA とは、徒歩連絡となる。荒い PA では2005年1月11日から2006年9月30日までの間、スマートインターチェンジの社会実験が実施され、一定の利用実績があったことから同年10月1日より、設置が高級化された。二輪車については、同年11月1日より利用可能。 2017年12月1日より利用可能時間帯が24時間に拡大された。上信越自動車道開通時、荒井 PA 周辺の区間は暫定2車線での運用となっていたが、2018年12月7日に荒井 PA、漆喰北の全区間が4車線化された。PA 内に設置されている高速バス停留所。以前は、 新潟駅と妙高高原駅を結ぶ路線と、上越市と長野市を結ぶ路線の2路線が運行されて、いたが、いずれも廃止されたため、現在は、この停留所に停車する路線は運行されていない。ABC、スマートインターチェンジ会通過所、国土交通省道路局、2021年7月22日閲覧。データで見る、妙高市、妙高市の統計運輸通信。 妙高市総務課。P25。2021年7月22日閲覧。E18 上新越自動車道。新井スマート IC12 月1日から24時間のご利用が可能となります。妙高市。2017年11月23日閲覧。上新越道。新井スマート IC12 月1日から24時間。通行可能に。上越タウンジャーナル。 2021年7月22日閲覧上信越自動車道、4車線化工事の一部区間が来月に運用開始。新潟経済新聞。2021年7月22日閲覧上信越道が全線4車線化。ネクスコ東日本。12月5日に、品野町インターチェンジ上越 JCT の4車線、運用開始。トラベルウォッチ。 2021年7月22日、閲覧。ライスマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。